間が低下し、テレパシーだとか想念の力とか今とは想像をはるかに超えた別の次元のクリエイティブなテクノロジーを失ってしまったんだよ。いつの時代も毒を持った悪い奴らがいて、その能力を独占するために偽物の時間を作り出し、物質に頼る文明を発達させるために破壊という科学を生み出して、戸惑う人々に対して自分たちの身勝手なへりくつを定義付けるために宗教を操り、その裏でエネルギーを牛耳って経済というお金のシステムを構築してきた代わりに偉大な能力を失ってしまった。何千年もかけて遺伝子的に記憶障害が起こり、何度も何度も生まれ変わって完全にその能力を忘れてしまった俺たちは記憶喪失なのだ。四次元の科学や哲学の話でファンタジーに興味のないやつには面倒くさがられるけど、まあ要するにお金を儲けるためにメディアを駆使し、人々をコントロールし、騙して無責任に危ないものをいっぱい作ってきたやつらが、自然を愛し自然を育んで自然と共に生活してきた人たちに長年にわたってものすごい苦痛を与えてきた事実が明らかになってくると、犠牲になってきた人たちの上に電気っていう暮らしがあるんだよ。そしてパンドラの箱の底を覗くと、太陽光発電だとか無限エネルギーだとか自然を壊さなくても自然を利用した技術が発達してて、今は原発がなくても十分電気が賄える時代なんだよ。しかも低コストで今ある原発を全て止めても水力火力をフル稼働するだけで賄えるんだよ。それを隠して騙す理由はものすごい利権が絡んでるのさ。金だよ金。末期的に気が狂ってるよこいつらは。原発一基作るのに1兆円ほどの援助金が国から電力会社に降りて、電力会社はターゲットを決めてその土地の人たちに近づいて金をばらまくんだよ。おっさんをキャバクラに連れてって、お年寄り温泉旅行、接待接待接待、町が復興するよなんて子供騙しな嘘ついて、反対派推進派に人々の心をお金で引き裂いていくマニュアルがあって、海を売った漁師に莫大な漁業権を支払って、安全対策やら危ない秘密の実験やらプロパガンダの広告費で莫大にかかってる、そのお金はみんなの税金だよ。そうやって59基ある日本の原発は作られてきたんだよ。体に50個以上の時限爆弾をつけて生活してるのと同じで、1個でも爆発したらそこにはもう人が住めなくなるし、何にも生息できなくなってじわじわと汚染が広がっていく恐ろしいものが50個以上あるんだよ。嫌なイメージだけど、核の平和利用の名のもとに日本は核兵器を持ちたいがためにこれだけ強行して作ってきたんだよ。中国電力は山口県上関町の田野浦の美しい海岸を埋め立てて、これから日本最大級の原発を2基作ろうとしてて、その対岸に住む岩井島の人たちは30年も反対してやめてくれって言って生活をほっぽり出して必死に食い止めてきてるんだよ。豊かな自然と共にそこにみんなずっと住んで生活してるんだぜ。歴史もあって広大な自然が残ってる素晴らしいとこなんだぜ。そんなの全部無視して強行しようとしてるんだぜ。この後に及んで福島原発とはうちは関係ありませんって言って、ついこの間まで毎日工事してたよ。愚かだよね。今止まってる原発もまた大丈夫って再稼働させようとしてるし、何が大丈夫？はぁ、お前の頭もメルトダウンしてるじゃねえかよ。末期的に気が狂ってるし、宗教よりもきつい洗脳されてるっていうか、自分たちで安全安全ってほざいてきたその呪縛にかかってるよね。本当にバカ。でもそんなバカ野郎に騙されてきた俺たちもバカ野郎だし、完全に罠にはまってるぜ。ツイッターやネットで原発の反対してる人の上げ足を取るようなレスポンス多いけど、そんなやつほど薄っぺらく何にも実態分かってないし情けなくなるぜ。そんな君たちも原発推進するなら、応援するなら、広島長崎の原爆
第五福竜丸の被爆、1953年国連で核の平和利用のキャンペーンが始まり、その裏でソビエトとアメリカが冷戦下で核開発を競い合って、読売新聞、読売テレビの正力松太郎を介してアメリカから日本に原発計画が進められ、ウランが渡ってきたとこから日本に原発が誕生し、今に至るまで知ってから話してくれよ。気持ちは変わると思うぜ。原発によって社会全体に影響してる負の連鎖なんて見えてきたら吐き気がしちゃうよ。まともな心を持っていればね。テレビや新聞は騙すために使われてるよ。特に日本はひどいよ。今のテレビの報道機関もひどすぎるね。プルトニウムのプの字がやっと出始めたね。この世で一番危険な物質だよ。福島の3号機は関西電力の星野監督が出てた CM でもおなじみのプルサーマルだよ。プルトニウムで発電してるやつさ、あれが爆発してるんだぜ。なのに次の日の新聞の一面は計画停電だったね。プロパガンダだぜ。自分たちの悪事を隠すために一体どれだけの人を犠牲にするんだよ。ふざけんなバカ野郎。プルトニウムは放射線とは比べちゃいけないよ。この物質を少しでも吸い込んだら全ての細胞をやられちゃって、遺伝子もぶっ壊されて再生もできなくなるんだぜ。それが漏れてるにもかかわらず長い間プの字に触れない奴らの口癖は、直ちに人体に影響はない、直ちに人体に影響はない、直ちに人体に影響はない。今年の流行語大賞だぜ。全く一大殺人集団、組織犯罪だよ。原発に関してだけじゃなくても、しっかり情報が公開されていれば救えた命はもっとあったはずだよ。テレビ局イコール原発、このシステムがイカれてるぜ。人の命を何や思てんねん、ほんならボケかす。まあそうやって人々を騙してきた奴らが今何をやってるかっていうと、国民のことよりも責任を逃れるために頭フル回転させて必死で言い訳を考えてるよ。おかしいよね。それが奴らの仕事さ。ヒューマンエラーだぜ。もうバレバレだよ。全世界、全宇宙が見てるよ。この日本に襲ってきた痛みを日本人がどう乗り越えるか注目してるよ。日本の若者がどう行動するか、アーティストやミュージシャンがこの痛みをどうアートに変えて訴えて思いを込めて乗り越えるのか、世界中のみんなが見てるぜ。日本は一大事なんだよ。揚げ足の取り合いしてる場合じゃねえんだよ。もう寝てる場合じゃねえんだよ。原発なんてもう時代遅れ。なんて原発は破滅に向かってるから原発をやめますかって、やめたら初めのうちは苦労しますけどって国民に真実を話したら、国民はやめようって言って今もうとっくに原発なしでやっていこうとしてるぜ。日本もとっくに自然エネルギーだけでやっていける技術は持ってるんだよ。それを騙して脅して隠してるだけ。お金のために早く気づいておくれよ。どうしてそんな無関心でいてられるのさ、ベイビー。青森県六ヶ所村の核の再処理工場には核の廃棄物用の3000トンのプールがあって、核の廃棄物がそこに溢れてて埋めきれないから廃液を海に捨ててるんだぜ。信じられないだろ。それをみんなに黙ってるんだぜ、隠してるんだぜ。その工場が爆発したら日本どころじゃなくて地球が潰れるほどの核がそこにはあるんだよ。原発に関してだけでも隠してることはたっぷりあるんだよ。この前の計画停電もひどかったよね。
あれは国民に原発でなかったら不便だとか困るとかって植え付けて、これからも原発を維持するためにわざとやってるんだよ。そんなことやったせいで死人まで出たんだぜ。そんなことしなくてもオール電化が流行ってるぐらい日本の電力は有り余ってるんだよ。みんな普通に考えたら日本は温泉大国で、そこら中に温泉があるだろ。温泉掘って地熱発電できるんだよ。日本は島国だから潮の満ち引きを利用した無限エネルギーも有効で開発は進んでるんだよ。送電線一つにしても、今使ってる電線は発電所からそれぞれの家庭や施設やビルに届くまでにものすごい電気を垂れ流してるんだぜ。君の家に届くまでにものすごいロスがあるんだよ。今はほとんど電気が漏れない送電線が日本にはあるんだよ。日本人の技術はすごいんだぜ。今までそんな危ないもんに使ってきたお金があったら、もうとっくに自然エネルギーだけでやっていけてるよ。なぜそうしないかって、核兵器と金だよ。薄汚い金、みんなそれにたかってるの。日本の電力は独占企業で、それ自体が法律違反してるよ。みんな何のために税金払ってるんだよ。金金金金金、お金も大事だけどもっと大事なもんあるよね。あるよね。そこを忘れちゃいけないよ。お金があっても家は買えるけどホームは買えない。時計を買えても時間は買えないし、本を買えても知識は買えない。ベッドを買えても眠りは買えない。医者に見てもらうことはできても病は治らない。電気を買ったら自然が壊れちまったよ。何かしてあげたいけどお金しか出せなくてモヤモヤしてる人いっぱいいると思う。お金を出すことは善意でいいことだけど、その出したお金が出したところにどういう風に使われて、どう人の役に立つのかってまで考えて義援金を出してる人は少ないね。ただモヤモヤした気持ちをお金でスッキリさせてるだけで無関心な人多いね。だから電力を民主化し、京都で言うと京都なんて掘ればどこでも温泉出てくるし、温泉掘って地熱発電にして、その地域の電力も賄えるシステムを作って、地域に一温泉なんて行きじゃない。そして京都はダムもあるし、曇ったって大丈夫。雨なら今ある水力でこれ以上自然を壊さなくても電力供給できると思わない？エレクトリックデモクラシーさ、奴らの送電線を奪うんだ。もちろんそれをするには資本がいるし、徹底した議論も必要だし、義援金や支援金や税金をどう使って具現化していくか、プロセスもしっかり公開してみんなでやっていけたらいいよね。使い道がしっかり公表されてし有意義なら、お金を出す価値があると思うよ。義援金詐欺があるぐらいだし、大企業だからって信用しちゃいけないよ。大企業だからうまくごまかせるんだよ。こんなこと言いたくないけど、情けないけど今の日本じゃ信用できないね。原発は今まで俺たちの暮らしを支えてくれました。今まで実態を知らずにそれを許してきました。本気で原発を設計してきたその危険性を一番分かってる技術者の人も、俺たちが遊んでる間も高い給料をもらって必死に設計してくれたんじゃないかな。100歩譲って原発に感謝しようって気持ちはあるんだけど、騙されてきたんだし、やっぱり感謝できないよね。そして後の何世代にもわたって過去を残す汚れたものをこの国に作ってきた電力会社、原子力安全保安院、官僚、
政府、財界の偉いさん、大企業、マスメディア、雇用学者、そしてそれらに関係する奴らのお金という名の喜劇をこれ以上見るのは悲しすぎますが、この確信犯たちに目を背けずに真実の目でしっかりと追求し、これからどこへ向かって行くべきなのか、真実を知ろうとする気持ちがあれば、クリエイティブなイメージが生まれ、具体的な提案を示すことができるし、何千年かけて失ったものをまた何千年かけて取り戻せるきっかけにもなるはずだよ。とにかくもう原発は必要ない。これ以上無関心で騙され続けたら破滅するぞ。電気が足りる足りないの問題じゃねえんだ。電気がなくても生きていけるけど、自然がなかったら生きていけないだろう。取り返しのつかないことがもうすでに起こってるんだぜ。人間の囲碁に巻き込まれた動物や植物たちにも迷惑どころの話じゃねえし、何が一番かわいそうかって子供が一番かわいそうやろ。俺たちの未来なんだぞ。守ってやれなくてどうするんだよ。50年100年200年後の世代、今の俺たちのこの時代よ、ヒットラーって呼ばれてもおかしくないぜ。みんなが事実の裏に隠された真実を見れば、武器なんて物騒なもん持たなくても一撃で世の中ひっくり返るんだよ。どんなに遠回りしたって何度生まれ変わったって目指すところは一つさ、愛だろう、愛だろう、愛だろう。綺麗事でもね、捨てれてる場合じゃねえんだよ。ラブなんだよ、愛なんだよ。ラブって言ってみろよ、愛って言ってみろよ、ラブって言ってみろよ、愛って言ってみろ、バカ野郎。だからバカ野郎って叫ぶんだ、バカ野郎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 。気づいたやつから声を上げろ、立ち上がれ。原発絶対反対、原発絶対反対、原発絶対反対、原発絶対反対。原発絶対反対。原発絶対反対。直ちに撤廃せよ。